三徳包丁は包丁の一つ、文化包丁とも言う。多目的性を施行した包丁で、日本の家庭では最も一般的な包丁である。外国でも用いられるようになっており、三徳と呼ばれている。明治維新以降、食生活の変化から日本でも肉が食されるようになると、海外から牛刀が流入し、使われるようになった。一般家庭でも大きく食生活の変化が起こり、 西洋料理や洋食が多く取り入れられるようになった。1940年代頃、日本のなきり包丁や出バ包丁と西洋の牛刀を組み合わせて、これらの特性を合わせ持った包丁として生まれたのが三徳包丁である。当初はなきり包丁の切っ先を斜めに切り落として、尖らせたような姿をしており、文化包丁と呼んでいた。しかしより使いやすくするために、 背の部分を丸めたものも現れ、これを三徳包丁と呼ぶことになった。現在では三徳包丁、文化包丁を区別しないことが多い。三徳包丁は特定の用途に特化しない汎用の包丁である。三徳は三つの用途を意味し、肉、魚、野菜と幅広い材料に対して様々な切り方が一本でできることを表している。葉は両葉が多く、牛刀に比べると、 短く幅広になっている。刃渡りはおおよそ1 5トルから2 0トル程度。前後、ステンレス、三枚段、割り込み等の様々な構造のものがある。まただ刃物として作られたものと、金属プレス抜きで作られたものがある。安価なものの多くは、プレス抜きである。現在では日本のみでなく、世界でも利用されており、海外製の三徳包丁も生まれている。 柄にも様々な種類があり、日本古来の柄の木に差し込む方法や、中子を木材でハサミ秒で留めたもの、中子の部分をロールして、柄にしたものなど様々なものが見られる。また、さらに使いやすいように、小型化した小三徳というものもある。伊予型三徳包丁、博多包丁など、地方で独自に発達した多様な三徳包丁も存在する。鎌形包丁とも、 日夜膨張の種類第三章米国の商品ジェトロ2020年7月11日閲覧ありがとうございます。